確かに。いや、さっちゃん朝じゃないかも。もう朝じゃないな、昼は余裕で。レストラン街でーす。何なんやめて、中華やん、濃いわ。いや、そういうのが主流なんじゃない。このさっさやねんけど。誰、高いかな。なんかまあちょっと高そうやな。めっちゃ生きてるやん。生きてるな。生きてる、生きてるな。700円ぐらいやね、これ。安っ。違うやん、高いやん。まあ、ここにしてはな。こんな日本で食おうと思ったらほんと高いやん。生きてるか、もうやめよ。あの、地元の人らがおったとこなんですよ、どうせ同じような食べる。暑いな、やっぱ。暑ない。暑いわ。なんか、炊かれたらだろうね。ここ入れたのとか。あ、ジュース美味しそう。もう酸っぱいの甘すぎちゃう。いや、いけるよ。なんかミックスパパイヤサラダにしようと、そのなんかナシゴレンみたいなやつ分け分けしよう。うん。眠い眠い。まだ何時間眠い。なんか焚き火してんの。まあ喉痛いんやけど。すごい焦げ臭いね。あのなんかトロピカルなジュース美味しそうやん。いいや、飲もうかな。インスタ映えするやん。インスタ映えするな。メニューにないの。あ、書いてるわ。うわ、めっちゃトロピカル。暑い国って辛いもん食べるやん。うん、汗かいて体温下げるためねって。逆に暑い、汗かいたら熱が逃げるねんとか。冷えるってこと。そうそうそう。コーヒーもカフェイン入ってるやん、紅茶も、うん、全部取れるの暑いところやん。インドとかさ、赤道沿いでそういうカカオとか紅茶の葉っぱ取れるのは暑いから。で、それ飲んだカフェインがあって体温下がるから。そうなんだ。だから暖かい地域で取れる食べる野菜は全部体温下げるやつや。なるほどね。よくできてるよな、地球ってな。いろいろ。だからその土地にあったもん食べるのがいいやつで。ラオス料理って何なんやろ。日本にこの麺がラオスってやろ。ほら、ミックスを頼んだ私。謎すぎんの。これなん。マコンちゃん。終わりや、終わりや。写真だろ。アイリーに返事せない。ゲストハウスからバンベーンに向かうバス島での。Autant de population aussi grand, plus de bordel bien sûr. Ça, c'est fou. Là, c'est fou. ついた。聞き入れてやん。あ、ほんまやん。
ワンビエン到着。なんかでかい駐車場、バスでかいからでかい駐車場来ました。今からちゃんたら行きます。あれ、あの辺、近づいてきてるからか。やつらチュービングから帰ってきたグループじゃん。ハッピーレストランって書いてんねんけど。ここ？え？ハッピーレストランって書いてんねんけど。ハッピーっていうネーミングつけてないっていうわけはないよ。多分大体どの店もあるんちゃうかな、ハッピーね。そう、だってイリーガルやったらすごいよね。うん、こういう店はないやろうけど、こういうレストランみたいなとこはあると思う。そう、なんかハッピールームっていうのがある店もあるらしい。やったぜ、あそこさ、やっと、あ元だ、元だ、俺が違うね、俺が持ったら持ったね。こういうところで、予約、アクティビティの予約見とく。空いてるところもあるはず。ハッピー、いいね、いいね、おしゃれしよう。これ夜、この夕方こんなに栄えてんねんな。俺こんなに人おんの初めて見たぞ。あ、そう、今の時期やからか。あ、そうじゃん。すげえ栄えてる。俺ら来た時こんだけ閑散としてたんや。こういう音楽鳴ってたらもう 100% やん。 100% シェイクって書いてるやん。来た来た、イエスイエス、来たよ。あの水色ちゃん、あ、あれなんで知ってるの。写真見たの。しっかりと思うんやけど、まだあるか。でもだってバス停のとこが始まりやろ。ああ、終わりやろ、ここに。もうちょっとだけあるよ。もうちょっとだけあるか。あれ以上奥に行ったことないような気がする。すごい感覚。着きました。ちゃんたらゲストハウス、えい。
チャンタラゲストハウスはブッキングドットコムで予約しないでください。やつらはそんなことやってないと言い張ります。